山内先生と普段から接していたわけだし、何か事件に関係あるかもしれない。そうと決まれば早速明日水泳部へ行くわよ。これで事件解決に向けて一歩前進ってわけね。この学校って変わってるでしょ。そうだね、確かに変わってる。夏、教室にクワガタが迷い込んでくる学校なんてこの辺じゃ他にないでしょうね。あ、あそこよ、プール。随分立派な施設だな。山内先生が建てさせたのよ、室内の温水プール。これでオールシーズン練習ができるってわけ。水泳のコーチとしてはかなり優秀だったみたいだからね。うちの水泳部をあっという間に地区の強豪にしたし。でもそれにしたっていきなりこんなプールが作られるってことは、それだけ上に取り入るのがうまかったってこと。下手に悪事を訴えたら返り討ちに遭うくらいにね。プールよ、かなり本格的でとにかくすごいのよ。ついでにちょっと見てく？
じゃあちょっとだけ行ってみるか。せっかくだしね。じゃあ水泳の授業とかあれば立花さんもここで泳げるんだ。まあ水泳部のおかげでね。でもうちの水着って可愛くないのよね、競泳用でさ。自分で決めさせてくれたっていいじゃないね。なんかこうビキニタイプで。さっきから呼んでるのに。ごめんごめん、あんまりすごいべき、ああいや、ブルーだったからさ。は？まあいいわ、それよりこんなところで時間取っててもしょうがないし、そろそろ部室に行ってみない？ああ、そうだね、そうしよう。先生のことで話を聞きたいんですけど。私たちこの事件の捜査をしてるんですけど、先生が殺された原因に何か心当たりはありませんか？
悪いけど出てってくれる？今ちょっと立て込んでるから。部の今後のことで会議中なの。実は僕たち新聞部なんだけど。新聞部？そんなのこの学園にはないわ。今そんな冗談を聞いてる気分じゃないのよ。ちょっとは役に立ちなさいよ。君は私のワトソン君なんだから。悪かったな、役立たずで。こういうことには慣れてないんだ、仕方ないだろ。図書室に何か用事があるの？ちょっとやぼよ。ケコマの魔法みたいだな。